あ、ちょっと待ってよ。おじいちゃん、名探偵じゃなかったわ。あれ、桃どこかにないです？はい、どうも皆さん、おはようございます。トニーです。今回はですね、メーデーということでちょっとね、やっていこうかなと思ってます。労働者の日ですね。何やら大迷路があるみたいで、まあ、とにかくタヌキんとこ来いって言われてるから、メーデーツアー、この離島でのレクリエーションはきっと楽しんでもらえる。あ、自信あるんですねこの島一の実業家の私が、もし楽しめなかったら大変なことになるよ。手ぶらの状態？あ、そうなのね。オッケー。すぐ攻略してやる。じっちゃんの名にかけて。あ、ちょっと待ってよ。おじいちゃん、名探偵じゃなかったわ。はい、今回のツアーは一味違いますよ。島全体が一つの迷路。はい。手ぶらね。謎解きに必要なものはあらかじめすべて迷路の途中に置いてるので、それらを使ってください。ってことは手持ちはないと。まずはこの怪しげなスコップをいただき、早速通れないが、しかし、そう、私は見落とさなかった。ここに桃がある。桃をいただき、はい、桃を食べ、これを取って、これは直進しかできない。おっと、なんということだ。ちょっと難しいかもしれないな、これ。あ、木の枝、これ絶対使うやつでしょう。はいはいはい。で、こっちに進み、あー、なるほどなるほど。あー、あれもいるのか。あの木材も絶対使うってことね。おっと、そうか、なるほど、そういうことか。はい、枝をまずはこう見えてるところ全部回収しようね。もう間違いない。はい、全部使うだろう。ほんで横から抜けてこないといけないから、あ、分かった。いや、分かってないわ。ちょっと元に、あ、こっちでいいのか。はい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 。ちょっと迷ったな結構迷うね。え、ちょっと待って。あ、あるじゃない。あ、壊れかけの斧あるのね。あ、斧あるじゃないの。斧があるから、ちょっとここでこれいただこうか。え、あ、一発で壊れた。で、下のあの岩取らないといけないから、ちょっと待てよ。ってことはこれ、こうか。こっちからこういったらいいのか。あ、違うな。あ、ちょっと待てよ。これをまず食べる。はい、壊す、取る。あ、レシピ発見。レシピもないのね。はいはいはい。これでもう全部食べたらいいかな。もう、なんやったら。これ食べよう。そして DIY ができるから、ちょっと待って、鉄がないんじゃない？これ鉄ないよね。でも鉄いるから、ちょっと待てよ。鉄を探さんといけんな。わかった。わかったぞ。ここでちょっと先に桃をいただこう。桃。桃をいただいて、スーッと、あ、なるほどね。回っていかないといけないのか。はい。はい。はい。あ、しまった。あ、そういうことか。ここ越えて、1個目のところやね。1個目のところでいいよね。で、こっち行くのね。はいはいはい。ああ、いいじゃないの。で、ここは桃使わずに、あ、そっか、斧ないんだ。
あとはじゃあ斧を作ったらいいんじゃないこれ。うん、そういうことね。しまった。いけるな、これで。はい、作る。はい、完成。さらにしょぼくない斧を作って、木を切り倒し、あの猫ちゃんおるからね、見知らぬ猫。これはまた回ってこないといけないね、これ。そこの名探偵にお任せあれ。さあ行くぞ。さあもうゴールはもう近くだ。木を倒して、はい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 、はい、もうもう回収 C の、あ、もうこれでゴールじゃないの。あ、もうこれゴールじゃないの。お待たせしました、迎えに来ましたよ。ちょっとこのツツジとかもらっていこうか。これ何、これは何、これ目出んの。アベル筆記会見、あー金策お金もらえるのね。はいはい、見知らぬ猫ですね。会ったことあるよ俺、いろんな島をぶらついてるから人の顔とかなかなか覚えられなくてさ。この島は初めてだけど特別な、特別変な島だよね。確かに。この島 は、君はどうして来たの。たぬきちさんの紹介だよ。たぬきちさんと知り合いなの。実は俺もたぬきちさんに誘われたんだ。面白い島を作ったから、もし暇だったら来て。でもまさか迷路だとは思わなかったよ。あははびっくりするよね。苦笑いかこれ確かに。君、ダヌキチさんと知り合いってことは同じ島に住んでるの？そうだよ。ダヌキさん、最近すごくその島に力を入れてるらしいね。ああ。確か、キットカット、そうです。君ってなんか面白いね。なんでなんで、答えてるだけよ。ああ、バカにされたな。お近づきの印にこれあげる。あ、何かくれましたね。あ、見知らぬ猫のか、捨てちゃった。はあ、なるほどね。これで終わりかな。で、別に釣りもできなさそうね。こっち側は何がある？金があるぞ、金が。だが、これは、ちょっと待てよ。向こうから回ってこないといけないのかな。ただ、桃がいるね。桃1個しかないけど。金取りに行こうか、最後に。え、桃ってどっかあったかな。あー、そういうこと。これもしかして、あー、使う順番とかあったのね。桃とかくれないかな、誰か。あなたちょっと桃くれません。あー、そんな感じ。はい、もう桃も食べて元気いっぱいやからね。もうそして迷路ももう分かってる。桃3つ残しとかないといけないのね、とりあえず。まあでも、とにかく、さっき、鉄取らんといけんから。え、桃落ちてませんか？あれ、桃どこかにないです？壊れかけの斧、え、じゃあ使うしかなくない？ここで。うん、どっちにしたって一緒やもんね。ここで絶対いるんだ。で、桃使う。オッケー。で、これいただき。なんてこった。ちょっと待って、え？桃使うぜ、ここで。さあ、名探偵3度目のチャレンジですね。もう次はいけると思う。ここでまず桃取って、ここで食べるでしょ？で、とにかく、斧をね、もう先手に入れないといけないのよ、こういうのは。でも先手に入れられなかったよね。なんで？なんでかな？いや、多分どこかで過ちを犯してるはずなの。ここは無視で、1個目5個いるのよね、確か枝が。1個目2個目で、この斧を作るのに絶対あそこの枝必要だから、
まあ、ここ回収していく。あれはまだ取れないから、だから絶対ねここでは使うのよ、斧で壊れる。でこれで、これ絶対でもあの下の鉄もいるから、いやここまではいけるんじゃない、これでいいと思うんだけど、この後よね。でここで破壊し取る。でここには桃3つある。で DIY 作業台に向かう。でここで一旦桃食べる。あれでもあれちょっと待てよ、今回すんなりいったぞ。なんでさっき行けなかったんやろ。えこれでもういけるよね、これで斧ゲットでしょ。でも桃3つあるでしょあっちに。で斧を作れた。なるほど、あこれでいけるわ。あれさっきなんで無理やったんやろ、よくわからんな。ってことでここ斧でいけるもんね。ああこれ座っちゃうな。で下の木のとこ行かないといけないから、まずはぐるっと。でこうだね。ほんでからここで、斧を使う。はいはいはい、あとはもう切るだけ。 OK、 これでベル全部いただきね。見知らぬ猫も喋ってるから、あ、OKOK、 いけたわ。2発目はどこでなんか斧使ってたのかな。でここで桃を全部消費する。これで全部とにかく取ることできましたね。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあなんとかねベルの引き換え券もね全部入手することができてよかったと思います。まあねこの迷路の、参考にしてください。はい、ということで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではトニーでした。またね。